リチャード・ルパルメンティエはアメリカ合衆国の俳優である。1946年、ペンシルベニア州ピッツバーグに生まれる。ガーンジー島出身の父親とアイルランド出身の母親のもと、酪農家の家だった。その後一家はフロリダ州へ移り住み、10代は同州で育つ。後にデトロイトの大学を経て、1974年にイギリスへ渡った。 舞台からキャリアをスタートさせ、同年の1974年に、イギリス映画のスターダストで映画デビュー。翌年には、ジェームズ・カーン主演のローラーボールなどへも出演。特に1977年に、ジョージ・ルーカスが脚本、監督を務めた SF 映画、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望でダース・ベイダーの怒りを買う、モッチ・テイトを演じたことは、 最も有名な役と評された。その後も着実にキャリアを重ね、クリストファー・リーブがスーパーマンを演じた、スーパーマン2や、ロジャー・ムーアが三代目ジェームズ・ボンドを演じた、007、オクトパシーなどの話題作へ出演。1988年には、ロバート・ゼメキス監督で実写とアニメーションを併合した、ロジャー・ラビットへ出演し、ボブ・ホスキンス演じる。 主人公の理解者でもある、刑事役で顔を見せている。2013年4月15日、住まいのあるイギリスから家族に会いに、テキサス州オースティンを訪れていた際に死去。66歳だった。ありがとうございます。